こんにちは、インスピーステニスクラブの石井です。本日は第3弾ですね。試合で使える練習動画ということで、以前 Facebook のインスピページの方でアップしていた試合で使える練習動画っていうのがあったんですけど、そちらの YouTube バージョンを撮影していきたいと思います。で、試合で、成果が上がるような、まあ、いろんな練習方法を紹介していく動画なんですけど、今日はサービスの、練習を方法を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。サーブのこのヘッド、ラケットヘッドを効かせるために、やる練習なんですけども、ちょっと一緒にやっていきたいと思います。まずボールを下に叩きつけるところから始めていきます。なので自分に近いところから何球か叩いていきます。でポイントなんですけど、トスを普通のいつも通り上げちゃうと普通に前に飛んじゃうので、前の方でいいので叩きつける練習を何球か行っていきます。でだいぶ叩きつける感覚がこう出てきたら、だんだんネット方向に叩きつける距離を伸ばしていきます。でだんだん伸びてきたと思ったら、伸ばせるようになってきたら、最後は自分のトスの位置で普通に叩きつけた感覚、ここでやった感覚をそのまま上でやる感じなんで、普段のサービス練習いきなりこうやってサーブ打たないで、少し手前からスタートして、だんだん距離を伸ばしていって、最後に普通のサービスの距離に戻していくという形で練習していくと、このヘッドがボールを上手に捉えられるようになってくるので、ぜひ皆さん普段の練習で、ちょっと違うことだと思うんですけど、少し叩きつけながら徐々に距離を伸ばして、サービスの質を高められるようにしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。